女優の清原果耶、19、がヒロインを務めた NHK 連続テレビ小説、おかえりモネ、月曜から土曜前8:00、土曜は1週間振り返り、は29日、最終回、第120話、が放送され、完結した、キング&プリンスの永瀬廉、22、が公演してきた漁師、漁が最後に、タイトル回収。脚本の足立直子氏に思いを聞いた、朝ドラ通算104作目、清原とタッグを組んだ NHK、透明なゆりかご、などやテレビ東京、昨日何食べた、などで知られる足立氏が手掛けるオリジナル作品。朝ドラ脚本初挑戦となった、タイトルにある、モネ、は主人公、永浦モネ、モモネ、の愛称。1995年に宮城県気仙沼市に生まれ、森の町、トメ、で青春を送るヒロイン、モネが気象予報士の資格を取得し、上京。積み重ねた経験や身につけた技術を活かし、故郷の役に立ちたいと奮闘する姿を描いた。最終回は、未知、牧田あやみの大学合格を祝うため、東京のあすみ、常松ゆりも帰省し、幼馴染6人が永浦家に集まる。みんなが見守る中、モネ、清原は、あの日、以来、閉じたままだったサックスケースを開ける、という展開。サックスケースの中には、吹奏楽部卒業コンサートの手書きのチラシが入っていた。日程2011年3月12日土曜日、会場亀島中学校体育館。よう、これ見るのが怖くて、ずっと開けられなかった。モネ、最初は、そうだったと思う。向き合うのが怖くて、あの日、島にいなかった後ろめたさとか、痛みを分かち合えない苦しさとか、でも今はあの、ちょっと違ってて、なんか、これを開けたらまた、私は無力だって思っていた頃の自分に戻ってしまうんじゃないかって。それが怖かった。あすみ、どうだった?モネ、戻ってた丸かって、思ったよ。もう、何もできないなんて、思わない。やっと開けられた。みち、おかえり、よう、おかえり、モネ、モネ、うん、ただいま、モネ、みち、よう、あすみ、参照、前田光輝、ニュート、高田氷河、は手をつなぎ、笑い合った。山に UFO を呼びに行った小学生の頃のように、それぞれの道を歩みながら、解き放たれ、踏み出した一歩。山椒が東京、塩見湯で願ったように、これからはもう、普通に笑えるに違いない。